松本淳か井ノ原義彦かジャニーズ時期社長、顧問の匂わせと消去法で二択。嵐の25周年もリンク。9.7会見で発表か。創業者のジャニー北川氏、去年87の課外問題をめぐり、ジャニーズ事務所が9月7日に会見を行うことが8月31日、明らかになった。同社は、 弊社創業者であるコジャニー北側の性加害問題に関しまして、外部専門家による再発防止特別チームによる調査結果報告書を受領いたしました。つきましては、本件に関する弊社の今後の対応につきましてご説明させていただきたく、お知らせ申し上げます、と発表した。8月29日、ジャニーズ事務所が設置した。 外部専門家による再発防止特別チーム座長林誠前検事総長が都内で会見を行い1970年代前半から2010年代半ばまでの長期間にわたり多数のジャニーズ JR に対し後半に世加害を繰り返していたことが任命られましたと報告問題の背景として1962年の創業からジャニー氏 ジャニー氏の姉のメリー北川元会長、去年93、現在の社長である藤島ジュリー稽子氏57、へと続く同族経営の弊害を指摘。ジュリー氏がトップのままでは、今後社員や職員の意識を根底から変えて再出発することは極めて困難と考える、ジャニーズ事務所が解体的出直しをするため、 経営トップたる代表取締役社長を交代する必要がある。ジュリー氏の代表取締役社長の辞任を求めると、ジュリー氏への辞任勧告を行ったのだ。ワイドショー関係者は話す。辞任勧告までありましたからね。ジュリー氏の社長退任は規定路線です。ジュリー氏は精神的に追い詰められており、 人前に出るような状態ではないと報じられていますが、本人も退任したがっているとも聞こえてきています。そんな中、ジャニーズ事務所の今後のキーマンになるであろう人物が、8月31日配信の現代ビジネスの直撃取材に対し、次期社長が誰になるのか示唆している。 その人物というのがソニーミュージック出身で現在はジャニーズ事務所の顧問を務める竹中、公平氏だ。ソニーが所有していた乃木坂ビルを購入し、ジャニーズ事務所本社にするなど、両者の関係は深く、すでに多くのソニー出身者がジャニーズ事務所に出向していて、経営にも関わっていますからね。全道